塩野義 RD。 日本のヒップトラブルにリンデロン VS かゆみ、ブツブツ、虫刺され、きっちり治す。リンデロン VS 塩野義からピンポン。ちょっとシリアスな感じとかも、はい、あのお願いです。こんな感じっていうのを意識して、生まれまして、はい、で、この辺っていうんですけど、はい、あのドーンと行って、かけ落ちて。芦田村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと強さを見せたいっていう感じですね。横の方がいいですか。横の方がいいかな。また。よーい。スタート。日本のヒットラブルにリンデロン VS。スタート。ここからスタートして、はい、良い範囲できっちり直す。そうです。はい。はい、そういう感じで行きましょう。はい。手の位置どうですか。大丈夫そう。スタート。きっちり直す。はい、カット。カット。はい、一回リセットします。少し顔に近づく。手作りなわけない。じゃあもう気持ちご自分 のそうですね、その辺です。わかりました。もう気持ちご自分にちょっと近づけて、はい、スタート。きっちり直す。はい、カット。タコです。はい、カット。スタート。きっちり直す。はい、カット。カット。カット。きっちり直す。カット。カット。はい、じゃあ本番。よーい、スタート。きっちり直す。カット。カット。ここだけちょっと、なんかキュートな感じ、はい、可愛らしい感じ。ここからピンポン。はい、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 ではスタンバイお願いします。はい、ポン。塩抜きからピンポン。カット。カット。カット。よーい、スタート。塩野義ヘルスケアからピンポン。はい、カット。リンデロン VS。カット。はい。よーい、スタート。リンデロン VS。カット。カット。カット。はい、素晴らしいオッケーです。さすがリンデロンの CM 本編撮影は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今まではすごくポップな印象がだったと思うんですけど、今回はリンデロンの使者として力強くこうリンデロンの良いところだったり素敵さをこう皆さんに伝えられるように、凛とした存在としていられるように頑張りました。少し前からカレーにすごくハマっていて、いろんなこうスープカレーだったりキーマカレーだったりいろいろ種類があると思うんですけど、いろんなカレーを食べることにハマっているので、なんか食べたいなと思った時に手元に現れてくれたら嬉しいなと思います。最近はそうですね、だしカレーが結構好きなので、また美味しいだしカレーが食べたいです。瞬間移動ができる力が手に入れられたらいいなと思います。なんかこうそれこそ何かリフレッシュしたくなったらすぐ旅行に行って、なんかこう旅先で違う空気を浴びたりとか、あとは普段の生活でもこう寝坊してしまってもすぐに行きたいところに行けたりしたらとても便利だなと思います。ずっとベネチアに行ってみたくて、ベネチアのこう風景だったりを船に乗りながら実感できたらいいなと思います。私すごく心配性で出かけるときに荷物が多くなってしまう癖があるので、それを直したいですね。なんかこう例えば雨の日だったら傘だけじゃなくてそれを
濡れちゃったとこを拭くためのタオルも持ってこうとか、なんか旅行に行く時とかももしかしたらいるかもしれないっていろいろ詰めてしまって、すごく大きくなってしまうので荷物が、それを直したいです。去年のちょうど春から3年日記を始めて、それが今年1年なんとかこう続いたので、もちろん抜けちゃう日もあるんですけど、そんな日もあっていいかなっていう感じでこう緩く続けられているので、それを今年も新たにじゃないですけど、まあ、新規行ってまた1年続けられるように頑張りたいなと思います。嬉しかったこととか楽しかったことを記録しておくと、後から見返したりしたらやっぱり楽しいですし、何かこう少し落ち込んでしまったこととかがあっても文字に書いたら、なんかこう気持ちが整理される気がしていいなと思います。リンデロン VS シリーズの CM に出演させていただいております芦田愛菜です。新生活を始める皆さん、もし環境が変わったことで皮膚トラブルが起こった時には、ぜひリンデロン VS を思い出していただけると嬉しいです。新しく放映される CM も楽しみにしていてください。